えー、お疲れ様でございます。えー、ナミさん、えー、舞姫大学の新しいシリーズね、ありがとうございました。ちょっとふと、先日のことなんですけども、思い立ってね、懸垂をしてみたんですよ。そうするとね、20回ほどできたんですよね。いや、ちょっと自分でもびっくりしたんですけども、3回ぐらいやったらね、ボカーンとね、倒れるのかなと思ったら、3回ぐらいやると、あ、10回以上いけそうだなというふうに思ったんですよね。で私がね、初めて懸垂をやったのを、 覚えてんのが中学の頃のあーなんか体力テストかなんかなんですけどもまあ、みんなの前でね順番にやるんですけども,も私がね学校の記録10回以上だと記録になるんですよその時にはね、まあ、11回やってあの10回以上っていうカウントに入ってまあ記録を作ったわけなんですけどもその頃のことを思い出しましたねあなんか結構あの頃やったことっていまだにできるんだなというところでございます で、バックではね、今ね、私がね、シャドーボクシングしてるところが流れてるんですけども、あこれはもう今ではね、とてもこんなゲートはできないんじゃないかなと思うんですけども、あの昨年始めたね、その、格闘技が、まあ、1年限りだったんですけど、1年だけやったんですけどもね、まあ、ここまで、この私の体でも動くわけですよ。ちょっとまあ、まあびっくりというかね、うん、まあまあまあ、できるだろうなと思ったんですけども、うん、まあできましたね。まあ、要するにこう、 イメージしたことはできるんだろうなっていう気がするんですよ、まあ、思考は現実化するじゃないですけどねで逆にネガティブなイメージってあるじゃないですかこれはもう無理だろうなと思うことは多分取り組みもしないし取り組んだところで思ったよりもできないんだろうなと思うんですよまあ10できると思ったら3ぐらいしかできないみたいな感じじゃないかなと思います、まあ、ですんでねあの自分の体験から自信をもらって自信から現実をもらう、まあ、こんなルートが いけたかなと思うところでございますけれども、今回の返信はそんなね、ふと思い出したことを元に喋らせてもらいました。それでは次回シリーズもよろしくお願いします。